漫画どうっすか漫画結構見ておみたいろいろ見てない漫画漫画も知らんか最近「進撃の巨人」遅くないだいぶ前やんをスタートしたそうスタートしたじゃああの昔のやっぱ「ドラゴンボール」とか「スラムダンク」とか読んでたあ読んでたでしょ読んでたでも一巻から最終巻まで読んだことあるのは「ドラゴンボール」と「スラムダンク」と「スラムダンク」 シンと「走れマキ場オだけなるほどね「ジャンプの黄金時代ですかね。は最初から最後まで読んだことええやっぱあのドラゴンボーラー版もろ世代もろもろもろやんかよしあの神対神の時映画館行ったよね行った行った行ったあの渋谷のあそこね俺とおみちゃんと会った時竜もみたいな行ったねそういったガンちゃんもったよな え3人じゃなかったえっやんボーカルと俺と行ったねでも行ったよね、うん、見たよねすごいさでもさ、うん、子供たちばっかってね <laughs> <laughs> その中で、ね、3代目ね大人3人で、ね、売,売店でジュース買ってね <laughs> 行きましたよね。いきましたね。面白かったけどね。面白まちょっと俺とおみちゃんは最後のベジータがちょっとショックかなっていうぐらいでね。ベジータをああいう扱いにしてほしくなかったんで。でそれで最近復活の F があって。見た見た見た。よかったよねベジータ。よかったかよかったね。ちょっと安心したよね。取り戻した。取り戻した感じあるよね。株取り戻した。ベジータ株取り戻したね。そうですよね。最近映画とか見に行ってますなんか。 映画館には行ってないなぁ。ほんま。うん。まあ、スター・ウォーズ今日から始まったんで、絶対どっか行こうと思って。でも、家で見てる。あもう、あの、テレビのやつで。そう。あとね、送ってもらったりとかする。あの、あの、配達のやつそうそう。なんかね、あの、斎藤拓海さん、俳優の。う拓さんが、なんか、オく君におすすめの映画あるんだけど、って言ってくれて、あぜひ、とか言ったら、自宅に送ってくれる。えぇ、マジでそれ見て。 いいのいい、ね、言っときますよ言っといてって,言って、うん、言っいうのもんかね。<laughs>